ナミさん、こんにちは。まあ、ナミさんならご存知だと思いますけども、高島忠信さんでしたかね。あの、ホテルっていうドラマがありました。あの、ホテルっていうドラマの冒頭でいつも、姉さん、事件ですって言ってからね、始まるんですよね。あれがね、なかなか面白くって思い出して最近またね、こうやってナミさんとのやりとりには、この事件ですシリーズということで使わせてもらったんですけども、まあ、大した事件は別にないんですよね。でも実際、ナミさんが、 その、今回動画送っていただいて、事件ですみたいなことになってくるとね、これ、山戸くんの大切なお洋服が、みたいなこと書いてると、何が起きたんだろうとか思っちゃいますね。<laughs> いや、でもね、本当にあの、ただ包んで送っただけなんで、手紙の一枚も入ってね、味も即興もないようなものですけども、こうやって動画のやり取り毎日してるとね、まあ、物を送るだけでいいか、みたいな感じで、お下がりでございますんでね、<laughs> 寿司娘さんと一緒に、えー、お使いいただければと思います。 うん、でもなんか YouTube ってやっぱいいですね。こうやってね、これ欲しい人ってやったら先日もうウェブカメラがなんかお申し込みがね結構あって、すぐに、あのー、当て先が決まりましたしね。あの自分の必要なもの、いらないものが誰かにまた使っていただけるってのは、まあメルカリ転売でもいいんですけども、私としてはね、あの、やりとりしたり、値下げ交渉を応じたりっていうのは一ちし、<laughs> まあ、めんどくさいって言めんどくさいんで、もうなんかあげますよみたいなのがね。 あの、スパッとしてていいかな、みたいな感じでございます。まあ私もね、あの、カメラにしても、今回の山戸くんの服にしても、まあいろいろと使わせてもらって思い出もできたんでね、あの、もう、いわゆる元を取った状態なんで、これからさらに、あの、100円でも稼いでやろうみたいな気持ちはないんですよね。まあビジネスはビジネスで、他でしっかりと稼げばいいと思いますし、今はまあ投資のこともありますんでね、あの、十分、あの、いい暮らしをさせてもらってるんで、 まあそこにつけてね100円1000円のものにその特にお下がりにね値段をつけてどうこうっていうよりももうスパッとねお渡ししてうん、なんかただ捨てるんじゃなくって少しでもね一日も長くなんだろうねテンプリンターが動いてますけども一 <laughs> 日も長くねあのものが。 いろんな方の手を渡って使っていただければなと思います。あの、ヤマトんのお下がりの中には、もともとお下がりでもらって、メルカリとかで買ったものをヤマトんが来て、さらにってものもありますんで、もう3代目、4代目のオーナーさんになるんじゃないですか、今度。うん、まあ、私もね、中古車にしても、この家にしても、結構中古を使ってますんでね。うん、あと、FX って結局、通貨の中古じゃないですか。誰かが持っていた円を買って、誰かが持っていたドルを売るみたいなね。 まあそう考えていくと、まあ、あの地球全体でいろんなものをシェアして生きてるのかなと思いますこの酸素も中古ですよねね多分ね <laughs> 二酸化炭素が酸素になって使わせてもらって二酸化炭素を吐いてその二酸化炭素がどっかにいてまた酸素になってきてみたいなね、うん、質量保存の法則を思い出した私でございましたそれではナミさん事件です次の事件は何でしょうかいってらっしゃい